はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼたです。今日はですね、先日手に入れた、まあ、それぞれが330円で、ジャンク扱いで販売されていたカメラのご紹介をしたいと思います。という本題に入る前に、実は前の動画でもご紹介しましたけれども、ちょっと仕事でですね、山口県の、萩まで行ってきました。車で行ったんですね。私と妻と2人で、行ってきました。まあ、その時にですね、実は3台のカメラを持って行ったんですね。フィルムカメラです。で、1台は秋吉道で、撮影に使ったカメラがキャノンの EOS 750クローツデートです。レンズは 50mm の F1.8 という、まあ、今ついているレンズはありませんけれども、つけて持っていきました。もう1台、萩市内の、まあ、武家屋敷というかですね、古い町並みを撮影するのに使ったのが、チノンの M1 です。レンズは、チノン富岡の、何ミリだっけ、 55mm F1.4 ですね。このレンズを使って、フィルムはモノクロで撮影をしました。まあ、非常にね、シャッターも軽快で、調子よく撮影ができました。もうキャノンの方はね、もう何も言うことないです。本当に軽快に撮れました。こちらも露出計を見て、じっくり撮影をしました。36枚撮り入れてたので、やっぱりね、30枚を超えた時に巻き合いが、ちょっと重たくなってきましたけれども、きっとね、いい写真が撮れたんじゃないかなと思っています。はい、で、今度は帰りに広島に寄ってきました。広島で使ったのがコンタクスの T2 です。まあ、これをもう何も言うことないですね。確実にピントが合うことを確認してシャッターをしっかり押すということで、こちらも軽快に撮影ができました。まあ、旅カメラで、コンパクトに持ち運ぶということであれば、T2 が今回のチョイスの中では一番良かったのかなと思います。今回車で行ったのでね、大きなカメラでも問題ありませんでした。はい、この、まあ、今、手元にフィルムがあるので現像に出すんですけども、ちょっと私ね、いろいろ失敗をしてしまって、例えば、M1 の、入れてあるフィルムが何かわからなかったので、 ISO 感度400で、撮影しましたけど、実際はね、開けてみたら ISO 感度100だったんですね。当時はこれまだ窓がありませんので、ずいぶん前に入れたフィルムだったので、ちょっと忘れてしまいました。なぜ今回この3台持ってたかというと、実はそれぞれで、みんなフィルムが中途半端に入ってたんですよ。なので今回の旅で全部その中途半端なフィルムを取ってしまおうということで、この3台を持ってきました。皆さんもですね、フィルム入れたけどなかなか撮影ができないというカメラございますかね。私はね、今回これで、すっきりすることができました。ああ、よかったよかった。これでようやく、中途半端なね、フィルムがなくなったということで、すっきりしています。はい。ということで、旅のご報告だったんですけども、いよいよ今回は、の本題になります。それぞれ330円で購入した2台、こちらも両方とも大箱のカメラです。まず1台目のご紹介です。こちらはですね、はい、何かというと、2台とも同じくらいの年代のカメラなんですけども、コニカですね。コニカのオート S2 というカメラです。実は私ね、カメラ、コニカのこのオート S2 はね、おそらくですけれども、今回手にしたのが初めてじゃないかなと思います。はい、発売は1967年の3月ということで、まあ、レンズはね、ヘキサノンの 45mm の F1.8 というレンズがついています。まあ、当時のカメラみんな 45mm という、レンズが多いですよね。こちら、電池を使うとシャッタースピード優先で撮影ができるということで、私通電するかどうかまだ確認できてないですね。というのは、アダプターを今ね、どっかのカメラに入れてるはずなんですけど、どこに入ってるかわかんないので、とりあえず、マニュアルで撮影ができるので、露出計があればすぐに撮影ができるカメラで、これ見てください。非常にね、端正な作りというか、キャノネット、917かなにとかね、キャノネット
に似ているデザインですね。当時ミノリタも今やっぱりこういうデザインのカメラありましたけれども、当時のデザインですね。非常に端正な作りをしています。でこちらに露出系が、はい、この部分に、あります。針が動くようになっています。親切にこういうふうにフードもついてるんですね。これはね、フェキサノンですし、ぜひ露出計を使って、マニュアルで撮影してみたいなと思っています。はい、これがまず1台目の330円。もう1台は、はい、こちらはね、私の、YouTube でよくご紹介しているカメラです。実は私エレクトロ35に一時凝っていたので、たくさんのエレクトロ35を持っていました。はい、ということでこちらはヤシカエレクトロ35の GT というモデルです。はい、ブラックモデルで非常にかっこいいですよね。発売は1970年で絞り有線の E カメラです。レンズはカラーヤシノンの DX45mmF1.7 というレンズがついていて、重さは 730g、シャッタースピードは30秒から500分の1秒。はい、ちなみにこちらのコニカの方も500分の1秒まで撮影ができます。当時はですね33,800円だったということで、まあ非常に、庶民の味方というようなカメラだったそうで、もう世界的に、大流行したカメラですね。電池は残念ながら水銀電池で HM4N という電池を使いますけど、今販売されていませんので、ご自身でアダプターを作る方もいらっしゃいますし、まあ、私も銀紙なんかで作ることありますけれども、今はですね安いアダプターがあるので、この安いアダプターを入れてあります。で通電するかというと、はい、よいしょ、はい、ここちょっと今光ってるの分かりますかね。はい、フィルムのカウンターとか光ってますよね。ということで通電します。ということは、はい、撮影もきちっとできる状態です。二重像もしっかり見えますし、撮影するときにね、明るすぎたり暗すぎたりすると、ここで指示が出るという非常に親切なカメラです。はい、このカメラはね、もう写りはもう間違いないですね。ということでこの動画の一番最後に、2015年の4月の8日に岐阜県の岩村で撮影をした写真がありますので、スライドでご覧いただきたいと思います。非常にフィルムカメラらしい写りをして、する、カメラです。レンズですね。はい、すごく私は好きですね。はい、ということで、まあ、作例はこちらしかありませんけど、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。皆さんはどうですかね、330円だったら買いますかね、このカメラ。私は330円、まあ、ちょっと1000円だったらどうしようかなと今、思っていたんですけど、さすがに330円でしたら、この YouTube でも皆さんにご紹介できますし、ぜひ、はい、作例もね、自分でこちらのカメラまで撮影したことありませんので、試してみたいなということで購入しました。はい、ということで今日は、はい、さまざまなフィルムカメラのお話ししましたけれども、この後スライド動画ぜひ最後までご覧ください。今だからのんびりフィルムカメラのひとりフォトでした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ぜひスライドも最後までご覧ください。さよなら。